り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。優しい発明家、目指すのはこちら。弱い立場にある人に十分な保護を達成する。突然ですがクイズです。これ何に使う道具か分かりますか？ヒントは、体の不自由な人にとっても便利な道具です。開発したのは香川新生病院に勤める作業療法士の川口新平さん。それでは正解をお願いします。これは片手の不自由な方でもペットボトルの蓋が開けられる道具です。ペットボトルの蓋にかぶせて指で回すと簡単に開けられました。作業療法士として15年働く川口さん、リハビリをする中で患者さんに優しい道具があればという思いから生活道具の開発をスタートしました。アイデアは川口さんが自ら考案。設計の専門家と協力して図面を作り、自宅にある 3D プリンターで製造しています。簡単に使える爪切りに、片手でおにぎりを開けられるキット。これまでにおよそ30点の道具を作ったんだって。右手がダメだからね、どうしようかと思ったらね、普通の人と同じ楽にできるからありがたかった、うん、誰でも使えるようにネットで販売もしているんだって。体の不自由な方が退院後の生活で困ることがないように道具の種類をたくさん増やしていきたいと思ってます。不自由な生活を優しくサポート。